今日は3時号の巻の2回目でありまして、前回3時号の巻の前半のお話をいたしました。で、今日は680ページから最後まで読みたいと思います。680ページの真ん中のあたりに第3順語自由語とはというところですね。第三順語自由語とは、いわくもし語をこの章に増作し増長し、第三章に従い、あるいはまたこれを過ぎて百戦語といえども、いずくかを作る、これを順語自由語と名付く。いわく人ありてこの章に、あるいは善にもあれ、あるいは悪にもあれ、造作し追われるといえども、あるいは第三章、あるいは第四章、ないし百戦章の間にも、善悪の業を感ずるを順語自由語と名付く。菩薩の三義行の功徳、多く順語自由語なり、格のごとくの通り、知らざるがごときは、行者多く自信を抱く。今のジャヤタ尊者の在家の時のごとし、もしクマラタ尊者に会わずば、その疑い解けがたからん。行者もし、知ゆいそれ善なれば、悪すなわち滅す。それ、悪知ゆいすれば、善速やかに滅するなり。今読みました一番最後のところ、行者もし知ゆいそれ善なれば、というところから最後まで筋を引いといていただきましょうか。この行者もし知ゆいそれ善なればというのを、私どもの今一番よく使う言葉で言えば一致という言葉ですね。もし一致が善であれば、悪はすなわち滅んでしまう。もしそれ悪い意識を持っておれば、善は速やかに滅する。まあ、これが道元禅師の基本的な考え方ですね。さて、第三に順語自由語というのは、もし語がこの章において、作られ、それがどんどん増長し、第三章に至って結果を生ずる、あるいは第三章を過ぎて、さらに百戦号の後に至ってもなお、未熟化を受ける、いろいろの化を受ける、これを順語自由語と名付ける。とありてこの章に、あるいは善にもあれ、あるいは悪にもあれ、増作し追われるといえども、というのは、ある業をなしてしまったとすればということですね。ある業をなしてしまったとすれば、あるいは第三章において、あるいは第四番目の章において、あるいは百戦章の間において、善悪の業を感ずる、その結果を迎えるということを、順語自由語というのだ。ですから、この次の章の、その次の章で受ける、以下、それ以後は全部、順語自由語と呼ばれるんですね。で、菩薩が長い間、修行をしたこと、それを三義行の功徳と言ってますが、菩薩が長い長い間修行をなさったその功徳は、多くは順語自由語で受けると言われている。
だからこの次の章ではなくて、この次の次の章以後にその結果が来るというわけですね。こういう道理を知らないと、行者は多く疑いの心を抱くようになる。それは今のジャヤタ尊者が在家でいた時のようなものだ。もしクマラタ尊者に会わなかったとしたら、その疑いは永久に解けなかったであろう。その仏教では、執着を離れるとか、いうことが、まあ、いつも中心になって説かれておりますので、今やっていることが次の章に報いたり、その次の章に向かいたり、過去にやったことが、この章に報いたりというような、そういうね、まあ、どっちかというとこれはちょっとこう陰湿な感じがいたしますよね。今いいことしてるのに前兆で悪いことしたから悪い結果が来るというような、そういうふうなことはあんまりその取り上げたくないんですね。ところが道元はそうはいかないね。そうはいかない。たとえ今どんないいことをしていたとしても、前兆で悪いことをしていたり、あるいは前兆で自分の父母が悪いことをしていたりということがあると、それが自分に向いてくる。それは因果の道理、合理もたがわざになると。曹洞宗信夫さんはこれを諸行儀という、お経の中に、諸行儀というのは大内青鸞という人がこの消防玄土の中のメイクを集めて、短いお経を作ったんですね。ですから今日皆さんと一緒に読んでいるこの一節もその諸行儀の中に出てきます。ですから、曹洞宗のお坊さんや曹洞宗の檀家の人は、因果の道理、合理もたがわざんないという言葉が身についちゃうわけですね。そうすると、たとえね、今いいことしてても、なかなかその幸せにならないという時に、だから神様も仏様も、ありゃしないんだ、なんていうことは言わなくなる。今日読むところに、だから神も仏もあるものか、というふうに言うと、ろくな結果は起きないよということが書いてあります。まあ、うまいこと書いてあるんでね、至る一に書いてある。で、道元禅師は、要するに人間は今いいことをしていたって、それがすぐいい結果になるというふうに考えるのは、そういうのはその、効率主義であって、そんなことを考えてはいけないっていう。今いいことしてたら自分の子供の代にいいことがあるというの、これも効率主義ですね。そんなことはわからないよって言われてるんですね。シュラバスティ国、シュラバス国と言いますのは、シュラバスティというサエ城というインドの都ですね。古い都、それを中国の人はシラバス国というふうに音訳しました。それはシラバスティというインド語だからです。で、お釈迦様がよく立ち寄られたサエ城という国に昔二人あり、一は常に善を主す、一は常に悪をなす。修善の行者は一心中において常に善行を主し、今だかつて悪をなさず。左悪行の者は一心中において常に悪行をなし、今だかつて善を主せず。修善行の者は輪明住の時、それは輪明住と読むんですね。輪と銃を取って輪銃というのは今でも使います。経典では輪銃という言葉はあまり使わないで、明銃と言います。命が終わるとき、明銃。命がいよいよ終わろうというときに、順語、自由、悪語、力のゆえに、たちまちと読むんですね、それ。まあ、難しい感じがあります。
これ火が三つに「け」っていう字が書いてありますけども、火を一つ略して火二つに「け」っていう字書いても同じ。たちまち地獄の中をあって厳然す、いよいよ命が終わろうとするときに自分の目の前に地獄の中を人間が死んで、その次に、自分の生が定まるまでの間を中雨と言います。中雨、道元禅師は人が死ぬと中雨に行き、もう一度中雨に行きというふうに丁寧に言ってらっしゃいますが、この次の生までの間、地獄の中雨というものが自分の目の前に現れてきた。すなわちこの念をなさす。そこでその男はこう考えた。我一心中常に善行を主し、俺は一生の間いつもいいことばっかりやってきた。今だかって悪をなさす。今だかって悪を犯したことがない。だから自分はまさに天使に生ずべきに。この王という字はまさに何々すべきと読む漢文なんですね。ですからまさに天使に生ずべきにと、そこでにという振り仮名がしてあるわけですね、送り仮名がしてあるわけ、だから自分は本来なら天国に行けるはずなのに、何の縁にか、何の縁でか、どうしたわけか、この中あり、地獄の中が目の前に現れてきた。これはどういうわけだ、というわけですね。ついに決めにしているわけ。そこでこういうことを考えた。我定んで、まさに順語、呪術、悪語のありて、今熟するゆえに、自分は知らなかったが、自分には順語自由語という悪語があったのだ。それが今熟して結果を迎えようとしている。今熟するゆえにこの地獄の中を厳然するなるべきですね。だからこの地獄の中が目の前に現れてきたのだろう。すなわち自ら一心古来の諸種の善行を憶念して、そこで彼は一生の間自分が治めたところのいいことといういいこと全てを思い出した。自ら憶念した。通して深く感慨を生じた。まあこのあたり大事ですよね。深い喜びを生じた。超善し現在善するゆえに、その非常に優れた思いが起こったので、地獄の中を、すなわち恩物し、目の前に見えていた、これから行くはずの地獄の中の姿が隠すように消えてしまった。そうして、天主の中を、屈辱として厳然し、プライドを取り替えるようなもんですね。お前が行くとこはここですぞって言って、地獄の中がこう目の前にスクリーンにこう映ったんです。でそんなはずはね、俺あそこに行くはずないんだって、俺いいことしたんだから本当はいいとこ行くはずなのに、どういうわけだろうって考えたら、あそうか、俺は知らなかったが、俺には実は順語自由語というやつがあったんだ。でそれがちょうど今死ぬ時に熟してきたもんで、それで地獄の中というのが出てきたのか、ああそうか、そう思ったんですね。そしてまた考えた。豆も考えなきゃいけませんね。すぐ諦めたりしないんで、それから憶念した。憶念というんですから、もう一生懸命思い出したんですね。そうしてああいういいこともした、こういういいこともした、これは別にいいことを売りつけようというわけじゃないんで、もう思い出すのにいられないんですよね。次から次へと思い出した。そうしたら感激をしておいた。大乗仏教の経典を読みますと、感慨を生じというのは至るところに出てきます。ですから人間いかにですね、感慨するということが大切か。感慨という言葉が出てこないのは今日ほとんどありません。でそれを私たちはですね、
お経に漢字という言葉が出てくると、ああそうか、喜んだのか、こうじゃいけないですね。その時に自分も管理しなくちゃいけないわけですよね。ああそうか、よかったねと、そのなかなか人がね喜んでいる時にね、こちらもよかったねという言葉は出ないもんですよね。実感がないんだからね。自分のうちのことじゃない、よそのうちのことだ。だから特にあの白状の亭主が横にいて、何お前喜んでんのが人のことなのにっていうような、こういう亭主は地獄の中雨というやつがその時出てくるんですよ。ですから人が喜んでようが何しようがね、特に人が喜んでいたら、その人の喜びを我が喜びとしてやって言うじゃないですかね。でもあの自分も喜んじゃうわけですよ。これもすごく得だと思うんだけどね。ポンと言っちゃおかしいけど、自分のも喜んで人のも喜んだら、あの漢字の3乗か4乗ぐらいになるんですよ。だから喜ばにはダメなんですね。そうすると地獄の中があっという間に消えてなくなり、天使の中がたちまち現前し、これよりも明獣すと、そして天上に生じた。いやー、なかなかいいですね。すなわち一心の一心古来の、諸種の前後を億年せという言葉、もう一点考え直してみますと、いいことっていうのは忘れないんですね。忘れない、絶対忘れない、ちゃんと覚えている。で、そのいいことを覚えているぐらいいい気持ちのことはないんですね。この反対の人は悪いことがどうしても忘られないんですね。だから今幸せなのに、その悪いことして、悪いことがあったっていうのをいつまでたっても言うんですよね。こういうの困った人ですね。この間30年ほど前に会った人に会ったんですよね。それで自分代わりになりましたという顔してたんですけど、ちょっとサービスに、いやー昔一本変わらないよ、綺麗ですねって言ったら、嘘って聞いてみたら、本当ですよって言ったんだけど、嘘ですよね。嘘ですけど、話してる時の表情がね、その昔の懐かしいこと考えながら話してるから、だから昔の表情のままだから、だから、綺麗ですねって言ったんですよ。そしたら、もう、楽しくありません。もう、私なんか毎日鏡見て、嫌だ、嫌だと思ってるんです。本人が嫌だ、嫌だと思ってたら、他のやつが綺麗と思うはずがない。だからもう、他のやつは絶対綺麗だと思ってくれなくても、私だけは絶対綺麗だと思わなくちゃダメだよって言ったら、そうでしょうか。現にたった一人俺が綺麗だって言うんだから、腹の中は違うとしてもね。いや、全然違うこと言いやしないよね。やっぱりどっかで綺麗だと思ってるから。だから、綺麗だねって言ったんだから、とにかく世界中で一人だけはあの綺麗だと思ってくれるんだから、もう一人自分が綺麗だと思うや、二人いるんだよ、頑張らなくてやって聞いたら、今頃やってんじゃないでしょうかね。でも、鏡見るためにやっぱり、綺麗とはちょっと思えないですよ。それを思うのが、超前期って言う。ね、だから、死んだらあの天国に生まれるなんて、せんな、大じゃないなんて言ってるやつは、絶対そんないいところに行かないよ。それはやっぱり心のどっかに悪いこと随分したから、それは至れねえなと思ってるからですよ。そういうやつはやっぱり地獄の中が出てくるんですよ。出てきたらここのとこ思い出してくださいね。なんか皆さんの前に出てくるようなこと言っちゃありけど、もしね、あの私なんかよりもはるかにあの姉が早く行く気の早い人が地獄の中が厳然したら、そうだ、総合現像30号の街、本来は 天使に向かうべきにって考えなきゃって、それ考えてごらんなさいよ。たちまち天使の地薬として厳然するかもしれないじゃないですか。まあしなかったらもともとだから。この合衆善行の人、常に善行を収めた人は、順五十字の定めておくべき我が身にありけると思うのみにあらず、自分は勝手悪いことしたから、次の次の章に、こういう結果を受けるということがたくさんあったのだと思うだけでなく、さらに進めて思わず、一心の修善もまた定めて後に打つべし。ああ、今この世であったいいことも、きっと次の次の章には、
報いとしてくれるだろう、そう思えば非常に嬉しいというので深く感じてはこれない。この億年まことなるがいい、ここの筋引いておいてもらいましょうかね。こう思うことがまことであるからして、地獄の中はたちまち隠れて、天国の中がたちまちに目の前に現れて、命が終わって天上に生まれた。この人がもし悪人であったら、明獣の時地獄の中が現れたならば、思うべき、こう思うだろう、我一瞬の収めたところの善、そのくどくはなかったな。もし善悪の業があるのならば、どうして我地獄の中を見るであろうか。やっぱりそういうことはなかったんだと思うと、因果を発明し、願望をそしることになる。もしも格のごとくならば、すなわち明獣して地獄に落ちる。で、良いことをした男は格のごとくならざるによりて天上に生まれるのだ。この道理を明らかにしなければならない。さて、また元のところちょっと戻りまして、681ページの4行目の下のところ、超前し現在前するがゆえに、いい思いが、優れた思いが、ちゃんとあるからして、天使の中が現れてくる。こういう文章を読んでおりますと、最近私はですね、名残惜しいということをいつも考えているんですけども、昔私が若い頃に、縁が筋の朝比奈草原老師のとこ行って老師とお話しておりましたら、突然朝比奈老師が、野さん、あんた死んでからまた生まれ帰ってこようと思ったら、無念と言って死んだらダメだぞ、もうあの時の顔を今でも覚えてるんです。もうなんかいたずら小僧みたいな顔したお方でね、特におかしいこと言うときは本当にいたずら小僧みたいな顔って言うんですよ。手をつながれて、皆さん、だからもう一回生まれてこようと思ったらな、無念って言って死んだらダメだぞって言ったら、私はどうするって言ったら、無念って言ったらお前念がなくなるんだから、念のないものは生まれてこない、でどうすればいいんですかって言ったら、断念って言って死ぬんだって言うんですよ。そうですか。大しておかしくなかったけどね、老子の顔おかしかったから大笑いしたんですよ。自分の頃の中で無念残念と言って死んだらどうなるかなと思って、あっち行ったらこっち行ったら忙しいだろうななんて思ったの覚えてるんですけど、この間新幹線の中でその名残惜しいというのはいいもんだなということを考えていたら、ひょいっと朝日の老子の顔が出てきてね、それこそ薬として厳然したわけですよ。そして日野さん、あんたあの言葉を思い出したら、待てよ、あれ老子冗談みたいな顔して言われたけど、老子って人はもう冗談みたいな顔して本当に思ってるんですよね。であの時は僕は冗談だなと思ってたけども、考えてみたらあれは冗談じゃなくて本音だったかなと思うんですよ、老子のね。だから人間は念を残して死ななきゃこの地に生まれてこない、いや念がなくてこの地に生まれてきたくない人は別だけどね、もう一回生まれてきて今度こそあの人と一緒になりたいとかいろいろ考える人は念を残して死ななくちゃならない。そうすると念を残して飲んだ人、それ今俺が考えている名残惜しいということじゃないか。そう考えてみると日本人というのは名残惜しいという気持ちが多いですよね。だから小学幼稚園卒業するときは涙、小学校卒業するときも涙、先生に別れるときは涙ね。本当に外国人みたいにさらさらっとこう分かれていかない、でいつまでもこう情緒が耐え立っているという、そういうね、生き方って、あれは何だ、あれはもう一種の執着だ、執着だけれども、日本人にとってはそういうのが大事なんじゃないか。それはお釈迦様は乾燥したインドの国にお生まれになったからさらさらしてるんですよ、どっかね、別にあったわけじゃないですけど、多分ね、サバサバっていらっしゃったんだと思う。だから無常といいね、無我といいっていう、こう あっさりした教え解かれたんで、それがだん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 東の方へにじり寄ってくると、
中国人のところに行くともうだいぶ違ってくる。それでも中国はまだ大陸性の気候だから無心なんてこと言うんだよね。これが日本へ入ってくる。じゃあ無心ってこう考えないかというと、それは言葉だけは考える。言葉だけは考える。無だということも言葉だけは考える。無常ということもそれはまた考える。考えるけども、じゃあ実際に何やってるかって言ったら名残惜しいとかね、そういうことばっかりやってる。それはそれでね、いいんじゃないかなと思ったんですよ。それで、万葉集なんか読んでると、まあ万葉集の歌なんてのはもうこれ名残惜しいの連続みたいなもんでね、みんな名残惜しい名残惜しいって言ってるわけでしょ。ね、人丸なんて自分のふるさとから都へ出てくるときに袖を振って別れたりする。今の人振り返して袖を振って別れていかないとなかなかね、今バイバイなんて言ってしまうけど、まあ そうであったとしてもやっぱり心の中じゃ、名残惜しいと思ってんじゃないでしょうかね。大津の御子って人が持統天皇に、殺されてしまう。その時に、桃伝う言われの池に泣くかも、今日の身にてや雲隠れなんていう歌を残して死んでいくんですね。日本人が死ぬ時に歌を作って死んでいくってのは、あれは何だって。あれはやっぱりこの世にね、一生懸命生きた自分の生というものに名残を惜しんでいるからでしょう。それが自然に俳句になったり、歌になったりしていくんですよ。秋しかし隣は何をする人となんて、場所は死ぬ前に俳句を作りましたね。そしたら小宮宝龍という人がなんか薄っぴの悪い句だっていう批評をしているんですよ。小宮宝龍という人は、それは確かにすごい人だけども、あの人はヨーロッパ的知性が優先していた人だから、何が何だかわけのわかんない気持ちの悪い句だっていうふうに考えたんです。高田路盤は何て言ったらいい、強制空国を渡るの趣あり、鐘の音が空国虚しい谷、人がいない谷の上をゴーンという鐘が渡っていくような感じがする。強制陰というの、あれ日本人独特の感情なんですね。キリスト教の鐘はガランジャラン、ガランジャランって言うから、名残惜しめ、へったくれもありゃしめ、眠りがさまってしまうわね。そこへ行くと、日本の鐘っていうのは、ゴーンと言って、みんな、もうすぐやるんでしょ、除夜の鐘。普段鐘の音なんかどうでもよかったよね、やつが。いいね、鐘の音はなんて言っちゃってるの。名残惜しいんだよ、名残惜しい。私なんて除夜の鐘はもう小さい時から聞かされたから、除夜の鐘って言うと寒くてね、もう恐ろしく寒いのに、もう親父のやつは自分が寒いの嫌なもんだから俺に聞かせやがるなんて思ってたんだけど、でもね、聞いてるしね、いや、いいもんですよね。本当に鐘の響きっていうのはこう何のようにこう行くんですね。芝山善家老師が悟り開かれた時に永観堂の鐘の音がね、ゴーンと言ったら、それが金の波になって自分の方へ近づいてきたっていうんですよね。あの方やっぱり詩人だよね。とても鐘の音が金の波になって自分の方へ来て自分の体を包んでしまうなんて、そういう感じにはいかないよね。鐘の音ってのはあっち行っちゃうんだからさ。で、名残惜しいなと思うわけや、うん、でもそれは日本人にとってはいいじゃないですか。それが毎年毎年自分の人生というものを振り返って、ああ今年はダメだったなとかね、今年は一生懸命やったなとか、来年はこういうことやりたいなという、そういう気持ち持てるわけですよ。だからやっぱり音とかになると鐘の音を聞いたりするんじゃないでしょうかね。